ナルシス・ムントリオル・やスタリオルは、カタルーニャの技術者、芸術家、知識人。水面下を航行するという問題に取り組み、1859年には、人力駆動の潜水艇イクティネオアイを公開試験。1867年には、イクティネオ2に、化学反応の発熱を利用する蒸気機関を積み、 水面下を航行させることに成功した。彼の非対機依存推進は、ヘルムートバルターのバルター機関に、半世紀以上も先んじていた。ムントリオルは、スペイン、カタルーニャ地方の都市フィゲーラスで生まれた。父親はオケヤであった。サルベーラの高等学校に通い、1845年には、マドリードで法学の学位を取得した。ムントリオルは、 放送会には進まず、文筆業と出版業に転向して1846年に出版社を起業した。同年、エミリアという女性と結婚。彼は雑誌やパンフレットを刊行して、自らのラディカルな思想を世に問うた。彼はまた、男性の先生から女性を防衛することを目的と、歌う新聞生ドレデファミリアや、 スペイン発の共産主義新聞ラフロターニダッドを創刊した。友人のイルデフォンソ・セルダラと共に共和主義運動を行った。ムントリオルはエティエン・ムカベのユートピア思想の熱心な支持者でもあった。彼は新聞ラフロターニダッドでその思想を広め、またそのユートピア小説ボエッジ・エヌイ・イッカリーを スペイン語を訳した。1848年革命の結果、彼の観光物は政府の弾圧を受けることになり、彼自身も一時フランスへ亡命することを余儀なくされた。1849年にバルセロナに戻ったが政府により出版活動が制限されたため、代わりにムントリオルはその勢力を科学と技術に向けた。カダケスへの滞在中、彼は 産後取りの開始が歴史するのを目撃し、その仕事が危険であることを知った。このことが刺激となり、彼は水中高校について考え始め、1857年9月にバルセロナに戻ると、水中高校の研究を目的に、1万ペセタの資本金でマンチュリアル、フォント、アルタディール YCIA という名のエリ組織を創立した。 イクティネオ・アイ・イクティネオ・アイは、全長7メートル、幅2.5メートル、高さ3.5メートルで、サンゴ取りを安全に行うことを目的に作られた。船体は、水密で、水圧に耐えるために横断面は、円形、外形はほぼ流線型で、排水量は10トンであった。ムントリオルの潜水艇は、ビルヘルム・バウアーが1851年に試作した、潜水艇。 ブラントタフハーにヒントを得た可能性がわずかにある。イクティネオの革新性は耐圧尖閣と水密尖閣を組み合わせるアイディアにあった。イクティネオ愛は4人の上院の筋力でスクリューを回して推進された。先行、浮上は垂直のスクリューとポンプによる水の出し入れで行われた。選手には産後取り用の道具が装着された。 船内の空気から二酸化炭素を除去するためには、水酸化カルシウムの入った容器に空気を通すという手法が用いられた。船内の照明には単なるろうそくが使われた。これは空気中の酸素量を示す警報装置にもなった。1859年の夏、ムントリオルは、イクティネオアイデイ1 0回以上の潜水を行った。 上院は造船業者や組織の共同経営者であった。ムントリオルは先行振動を徐々に増やしてゆき、最終的には20メートルまで到達した。また、耐圧核の内部にある酸素だけで約2時間潜り続けられることと、二酸化炭素吸収剤と圧縮酸素があれば潜水可能時間を倍に伸ばせることを確かめた。イクティネオアイは操縦性は、 良好だったが、人間の筋力を動力源とする以上、速度に関しては劣悪であった。1860年9月29日の公開実験では400人の監修の熱狂を得た、上、レオポルド・ードネル将軍からは、好意的な評価と援助の約束を得られたが、それは、空約束に終わり、実際に政府の補助を受けることはできなかった。 ムントリオルは国民に寄付を募り、スペイン本土を呼び、キューバの市民たちから経営30万ペセタの寄付金を集めた。イクティネオアイは約50回の潜水試験に耐えたが、1862年1月、貨物船に衝突され、破壊された。バルセロナの海事博物館の前提には、後年に作られたイクティネオアイのレプリカが飾られている。なお、 イクティネオは、魚と、船を意味する二語の合成語である。イクティネオ2イクティネオ I の改良版として、設計されたイクティネオ2は、1864年10月2日に、浸水した。全長14メートル、幅2メートル、高さ3メートル。木材と2ミリメートル厚の銅板で作られた。 上部には幅1.3メートルの甲板とハッチがあった。動力は当初1号機と同様の人力駆動であったが、その他の点では科学的な水中と伸縮するマジックハンド4分割されたバラストタンクによるトリムと深度の調節等の改良が施されていた。非常時には重りを捨てて緊急浮上できる機構も備えていた。 イクティネオ2は1865年5月20日に人力推進の下処女航海を行った。潜水深度は30メートルに達した。人力駆動の限界に飽きたらないムントリオールは蒸気機関の搭載を構想したが、当時の蒸気機関は火を必要とするものであり、潜水艦には不適であった。彼は科学に活路を求めて実験を繰り返し、 亜鉛53%、二酸化マンガン16%、塩素酸、カリウム31%を混ぜると、蒸気機関を動かすのに必要な熱が生み出されることを発見した。なお熱と同時に、酸素も発生する。これはタンクに貯められ、呼吸用に使われた。 ムントリオルは6気筒の蒸気機関を購入し、それを2分割した。半分は水上航行用であり、石炭を炊いて駆動された。そしてもう半分が水中航行用であり、上述の物質の化合熱で動かされたのである。ムントリオルは全金属製の3号機を製作してこのエンジンを積もうと構想したが、経済状況からしてそれは論外であり、 エンジンをイクティネオ2に搭載するのがせいぜいであった。イクティネオ2が初めて水上を動力航行したのは1867年10月22日である。平均速度3.5ノットで、最高速度は4.5ノットであった。12月14日には、水面下を動力航行したが、長距離ではなかった。同年12月23日。 ムントリオルの会社は破産した。ムントリオルは唯一の財産であるイクティネオ2を債権者に引き渡さねばならなかった。新しい所有者は税金逃れのために潜水艦を分解してスクラップとして売り払った。現在、イクティネオ2のレプリカはバルセロナの港で見ることができる。イクティネオ3868年。 ムントリオルは政治活動の方面に戻った。連邦党の党員としてスペイン第一共和制の議会で議員を務めた。その直後にはマドリードの国立ギッテ製造所の長となり数ヶ月間その職にあった。ここで彼は粘着紙の生産速度の向上に努めた。またムントリオルは書類のコピー装置、連続的印刷機、独自の速射法、 蒸気機関の能率工場法、石切り機、肉の保存法、紙巻きタバコ製造機などを発明している。ムントリオルは1885年にバルセロナ近郊で死去した。スペイン政府は1987年に彼を記念する20ペセタ切手を発行している。1973年、アメリカ海軍からスペイン海軍へ移管されたバラオ急潜水艦。 ジャラオと命名された。当艦は1984年まで収益した。2013年、震度1200メートルまで到達できるフランスの有人潜水艇が完成し、ムントリオルの潜水艇に敬意を表して、イクティネオさんと命名された。スペイン海軍が建造中の非待機依存推進システムを実装した。 S-80 型潜水艦の中に、ムントリオールの名が付けられた艦、ナルシスムントリオールがある。参考、アメリカ独立戦争で使われた、タートルは1776年、南北戦争時の、ハンリーは1864年。ありがとうございます。